うん、はい、OK、はい、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今こちらは、南陽市に来ておりまして、これから南陽スカイパークのこの場所まで、十分一山のバギーツアー体験っていうのをやっていこうと思います。はい、これバギーね。これで、私はこれに乗って、こっち見てる。入ってる。私はこんな感じ、入ってる？はい、これに乗って、往復山を登っていこうと思います。天気が良くて良かったです。はい、じゃあ、早速、行きますか。はい、あとは走りながら。ピンマイクをつけていくのを忘れて、もうエンジン音で私の声が全く届かないので、アフレコをしていきたいと思います。乗り心地はですね、やっぱり結構グラグラするので、この前の方のレバーをしっかりと掴んでおいた方がいいかなと思います。で、お尻なんですが、そんなに硬いわけではないんですけども、やっぱり麻痺してる人にとってはお尻はとっても大切なので、クッションを今回は準備していただきましたが、持参してそれを敷くっていうことが多分一番いいのかなと思いました。まあ、でも景色がいいととっても気持ちよくて、今回はね、日中暖かかったんですけど、ちょっとやっぱり登っていくにつれて気温が下がっていってたので、こういう風にしっかり防寒していくのがいいなと思いました。雪がないときはここはパラグライダーをする場所になります。冬でもできるらしいんですけどね、やってる人はいるらしいですが、こんな感じでめちゃくちゃ南陽市を見渡せて、とっても景色が綺麗でした。やっぱり晴れ女最高ですね。というメーカーさんのバイク、スノーバイクなんですけど、これ手だけで運転できるものなので、特別に運転させてくれとお願いをして運転することになりました。さすがに一人では乗れないので、こんな風に乗せてもらいました。楽しみ。
初めはどれだけ傾けると曲がるのかっていうのがあまりつかめなかったんですけど、でももう走ってしまうと結構簡単に操作はできるので、ぐるーっとここの広場を走りまくりました。めちゃくちゃ楽しかったですね。やっぱこういう乗り物に乗れるってあまりないから本当に最高でした。坂道なので、この体がね下に持っていかれるっていう感じがあるので、そこはちょっと耐えないと大変でした。まこちゃん、まこちゃん、体重何キロあんだ？ということで、雪山のボギーツアー体験とても楽しかったです。天気も良くて本当に良かったです。で、このツアーはこのソアリングシステムパラグライダースクールさん、概要欄にも貼っておきますが、こちらに興味ある人はお問い合わせしてみてください。で、これね、よくご存知の方も多いと思うんですけど、夏とかは車椅子でもあのパラグライダーができるっていうところの場所になるので、次回は私もいつかをやってみたいとずっと思いながら、県内のくせに全然来てないんですけど、今年こそはパラグライダー車椅子もやってみたいと思います。皆さんもパラグライダー興味ある人は同じようにこのソアリングシステムさんにもお問い合わせできるので、ぜひ問い合わせしてみてください。はい、ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。Oh,